神企画イタリアテレビ番組が本心探るエグすぎる実験をした結果がこちら。イタリアのテレビ番組ルイネが現役サッカー選手に対してとある実験を行った。その内容を B サッカーが伝えた内容をまとめるとこうなる。実験の内容は現役イタリア人サッカー選手に対して実際に電話を行いオファーを送るというもの。移籍先はサウジアラビアのクラブで、年俸は3000万ユーロ日本円で約50億円近くになる超ビッグオファーだが、実はこれは嘘のオファーであり、本心を探り出すまで番組の企画という説明は行わないという、まさに先手自身の本心を探るための実験だったという。実験のためにオファーを送った選手は50人、サッカーにはペッペグリーニを含む6選手は断固としてオファーを拒否、ユベントスの GK ペリンは私は今幸せだ、重要なのはお金だけではない、と返答したという。彼らとは反対にサウジアラビアへの運命の扉を開いた選手は全体の 88% で44人。その中にはジョルジーニョ、マリオ・バロテッリ、ステファノ選手、ジャコモ・ボナベンプーララが含まれるという。ジョルジーニョは具体的なオファーがあれば、どこであっても喜んで聞きます。私の代理人に連絡していただけますか、と返答。実験の対象となった選手たちは誰もが嘘のオファーであると疑問を抱く者はいなかった。そして協定の一環として、サウジアラビアでの生活を宣伝するためのインタビューに応じることにも全員が同意したという。インテルのステファノ選手はこれが実験である事実を知らされた後にそのような選択肢に直面すると、そこに行く人にとっては全てがお金の問題であることがわかります。と答え、このような決断においてはお金が重要な比重を占めることを認めたという。10代とか20代前半ならともかく、20代後半以降なら迷わず行くだろ。月給30万の会社員がうち来てくれたら月給150万払うわってオファーもらったら誰でも行くだろ。仕事内容も大して変わらんならなおさら。俺なら年俸5000万でも明日からサウジ行くけどな。今の契約でも十分もらってる選手でも魅力的だろ。50億ってさ、行かない奴の方が謎。サッカー選手の寿命は確約されていないし、今の何倍の金額受け取れるなら考慮するでしょ。間違いなくバロテッリは即答だろうな。50億か、実際サウジ行ったらもっともらえそうだけど。即答で拒否はさすがに将来後悔しそう。